はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、ビギナー向け、シリーズの、富士見のエンツォフェラーリの制作の続きをやっていこうと思います。で、ちょっとね、前回の動画で筋彫りをやったんですけども、あの後ね、ちょっと、こんな感じで、クロサフを吹きました。本当はやる前にやったらよかったなって思ったんですけど、筋彫りやる前にね、ボディの成形色が白だったんで、前回の動画編集しながら見直してるとね、かなり見にくかったっていうのがあったので、今回は、ちょっとクロサフを吹きました。本来僕はあんまり最近はステサフ吹かないんですけど、今回はね、見やすさ重視っていうことで、吹き付けてあります。まあ、なんで吹かないかっていうとね、このクロサフ1回でもやっぱりモールドが浅くなっちゃうんですよねっていうのがあるんで、最近はあんまり吹かないように僕はしてるんですけども、今回は見やすさ重視ということで、こんな感じで、クロサフを吹いてますので、こっから、ボディ塗装前の、下処理をやっていこうと思います。はい、ではやっていくんですけれども、まずね、ボディの下処理っていうのが何のことを言うかっていうと、まず一つはパーキングラインを消すっていうのと、ボディの引きを消す、引きを削ってあげる、この2つが、一番大きな理由に、大きな目的になります。で、パーキングラインっていうのは何なのっていうと、パーツ、プラスチックのパーツってこう金型でね、こうサンドイッチした金型の隙間に、プラを流し込むことで、この形を抜いてるっていう形で作られてるんですけども、その金型の合わせ目のところですね、金型の合わせ目のところが、まあ最近のやつでね、精度が高くなってるんで、隙間がなるべくないようには作られてはいるんですけど、どうしてもね、ちょっとした段隙間はあるんですよね、この金型と金型の間。要は鉄と鉄、まあ鉄じゃない、金属と金属でできてるものなので、少しどうしてもね、隙間ができてしまう。で、まあ何回もこうガッチャンガッチャンやってる間にちょっとずつ摩耗したりとかでね、隙間が広くなってったりっていうのがやっぱりあるんですよね。で、その隙間にキュッとプラスチックが流れ込んじゃってできた筋っていうのをパーティングラインって言います。で、まあ、このキットで言うと、ね、見える？クロサフ吹いてるから見えるかな？とね、このフェンダーの肩のところにね、前から後ろまでズバーンと、ま、このリアフェンダーのここで、フロントフェンダーのここにそのラインが出てるんですよね。これはね、結構キットによってもその出てる場所っていうのは違ったりするんですけれども、大抵の場合はこういう場所、あとドアのここにも出てますね、ドアのこの肩のところにも出てるんですけど、大抵のキットの場合はこういうフェンダーとかのこの角の部分に、こう水平面と垂直面が切り替わる場所に、こういうパーティングラインがあるっていうことが多いです。これがね、あると結構ね、完成した後ね、これ目立つんですよ。なので、まあこれを今から削り落としてあげるっていう感じです。で、あともう一個、引けっていうのがあるんですけども、まあ引けって何なのっていうと、要はさっきも言ったように、プラモデルって金型の間にこうプラスチックを流し込んで成形しているので、要はプラスチックを熱々のドロドロにした状態で流し込んでるんですよね。なので、金型にガーッと流れ込んで充填した後にちょっと冷やすんですよね。で、冷やす時に、他のものでもそうなんですけど、こう液体から固体に変わる時って溶石が変わるんですよね。
物質って、こう分子が動く状態、ゆるゆるで動く状態になってんのが固まることでこう整列するんで、どうしても容積が下がるんですよね。ってなった時に、プラスチックの表面がちょっとこう波打ってしまう。要はこう金型の中に入ってる時はつるんとしてるんだけど、冷めてこうへこん、こう冷めて容積が下がってくることによって、こう表面がちょっと波打ってしまうっていうことが起きます。で、特にそういうのが起きやすいのは、こう裏側を見てもらった時に、こういうピンだったり、こういう出っ張りがあるところ、まあこういうとこもそうですね、こういうとこもそうですけど、こういう出っ張りがあるところ、もしくはこういう屋根とかのこの縁の部分、こういうところにその引けが出やすいんですよね。なので、その辺をね、修正してあげる。で、まあ今ね、見てわかるかな、ここ今言ったあの裏にこのピンがあるって言ったところ、これ表から見るとね、ここ光がちょっと歪んでるの分かります？こことここ、こっちもそうですね。これはあの前回あの筋彫り失敗して瞬着持ったとこなんで、これは気にしないでください。ここはちょっと光が歪んでるの分かります？これがね、要はね、引けって言われるものなんですよね。要はここがへこんでるんですよね。で、まあこういう風にして見てあげないと分かんない程度のものなんで、まあ無視しちゃってもいいのはいいんですけど、やっぱりカーモデルって結構光沢で仕上げることが多いので、光沢にした時にこういうなんてね、結構目立つんですよ。あの光がバッて当たって、例えばね、うちの店みたいにまっすぐの、棒状のライトを使ってる場合とか、こう線がね、そこのこのへこみのところでこう曲がるんですよね。なので結構目立つっていうのがあるので、できればやっといてあげた方がいいかなと思います、うん、なのでまあ前回の筋彫りにしても、今回の引け下処理にしても、省略してもいい工程ではあるんですけども、やっておくと出来上がりはワンランク上がりますよ。で、割とそんなに大変ではない作業なので、まあやっといた方がいいんじゃないかなと僕は思う作業になるので、早速作業をやっていこうと思います。で、まあ使うのはね、400番のペーパー、結構もっと上の番って600番とか800番とかでペーパーを当てはる方が結構いてはるんですけど、別に間違いではないんですけど、大変なんで600番でこのボディ全面削ろうと思うとね、結構大変なので、僕は基本400番でやってます。で、まあこういうね、裏にこう当て木のついた、これマジックヤスリっていう筋彫り道のやつになるんですけど、こういうやつ、これはね、ここにマジックテープでヤスリを貼り付けてあるんですけど、マジックテープの厚みがあるんで、多少表面の曲面にも追従してくれるんですよね。なので、使いやすくて僕はよく使ってます。で、あとこういう紙ヤスっていう、スポンジの後ろに、スポンジの表に、紙ヤスリ、紙ヤスリというか、まあ、布ヤスリなんですけど、ヤスリが貼り付けてあるタイプのもの、これはね、さっきのこれよりももうちょっと柔らかいんで、曲面に追従させてあげたい時に僕はよく使います。はい、で、まあ他にもいろいろあるんですよね。こんな金ヤスリとか使う人とかもいてはるし、こんなとかもありますし、いろいろあるんですけど、僕は割と基本的にはこの辺を使うっていう感じでやってるので、早速作業をやっていこうと思います。で、まず、マジックヤスリで大まかに削っていきます。で、じゃあ分かりやすいようにここのパーティングラインからいきましょうかね。こうクロスアフなんでね、削れてるところが分かりやすいので、こういう感じでこう型のところにあるパーティングラインを
削っていってあげます。でこの時にこのフェンダーの型に対してこういう風にペーパーを当てちゃうとこの型がねどんどん丸くなってしま、丸くなっていってしまうんですよね。でこの先塗装をしていくと、はい、ちょっとヤマトさんが来ちゃった。このエッジに対してねこう当てちゃうと丸くなっちゃうんですよ。でこの先塗装を重ねていくと表面張力でねこのエッジっていうのはどん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 丸くなっていってしまいやすい感じになっちゃうので、なるべくねこの下処理の段階である程度こうエッジをより立たせてあげる必要があるので、こうかけ方としてはそのエッジの方向に向かってこう当ててあげるっていう感じで当ててあげると必要以上にエッジを落とさなくて済むのでいいです。だこういうところをやるときにこっちの紙やすとかを使っちゃうとこうやってペーパー当てるとねこの意図せずにねここの角にペーパーが当たっちゃうんですよ。なのでこういうところアウトこういうところやるときとかはこういうふうにしてねやってあげるといいと思います。こっち側もね角があるんでその角に対してこうまたがっていかないようにこうかけて抜けていくっていう感じでペーパーを当てていただきます。400番なんでね400番のペーパーなんで割と結構削れるんですよ。なので必要以上に削りすぎないようにしてあげてください。でまあこんな感じでペーパーかけたところを拭き取ってあげるとこういう感じ、このパーティングラインが残ってるとねここにね、筋が残るんですけど、これ今綺麗にこのエッジのところの角が消えてるのでこれでここのパーティングラインは消えたって感じですね。はい、そしたら次、引けのところやっていきましょう。一番分かりやすいのは多分ここだと思うのでここにねマジックヤスリをこうかけてあげる。この時にもうねなるべくね力を入れずに優しくかけてあげる方がいいです。こういう感じ、なんか人の顔みたいになったけど、ここ残ってるじゃないですか、さっきへこんでるって言ったところここ残ってるんですけど、要は今ここがへこんでるから周りの方が一段高くなってるんで、ここが削れずに残ってるっていう感じになってるんですよね。なんでここを周りの高いところと同じ高さになるまで追い込んであげるっていう形で、処理していってあげます。であんまりにもへこみがひどい場合っていうのはそれに合わせて周りを削ろうとするとパーツの形が変わってしまうので、あまりにもひどい場合はその時はねパテだったりとか瞬間接着剤とかを持ったりとか前回使ったイージーサンディングってのを持ったりとかして、ちょっとそこに肉を持ってあげるっていう必要があるんですけど、まあこれぐらいの引けであれば普通にペーパーでね周りと段差を鳴らしてあげればいけると思います。はい、でやっていくんですけど、この時にね結構勘違いしてる人が多いのがこの引けを取るためにここにサフが残ってるからって言ってここに集中してペーパー当てる人が結構いるんですよね。このへこんでるこの残ってるやつを取らなあかんって言ってかける人が結構いてるんですけど、これ要はへこんでるっていうことなんでここに集中してペーパーを当ててしまうとへこみがさらに深くなっていくんですよね。
まあペーパーグーってやるからペーパーは当たってこのサフは消えるんですけど、へこみはこうそのまま残ったまんまさらにへこむっていう形になっていってしまうので、この周りを削っていくっていうイメージにで削ってあげると綺麗にならしてあげることができると思います。そういう時とかもやっぱりこういう当て板があるやつを使ってあげた方がいいです。こういうやつだとねこう表面に追従しすぎちゃうんで、こうやって当てるとねそこのへこんでるところも一緒に削れちゃうんですよね。なんで、こういう当て木付きのものを使ってあげるといいと思います。で今サフ拭いた上からペーパー当ててるんでね、すぐこんな感じでね目が詰まるんですよ。目が詰まった時はねこんなメラミンスポンジとかでこうやって軽く表面をね撫でてあげると割と綺麗になるので、ちょいちょいこう削れなくなってきたなと思ったら、メラミンスポンジでこすってっていうのを繰り返しながらやっていってあげてください。であとこのバンパー、フロントバンパーですね、フロントバンパーがね、なるべくずれないように合わせて接着したんですけど、それでもやっぱりちょっとずれてるんですよね。今ここの縁のところ、今こっちばっかり当たってここ当たってないでしょ。これ要はここ段差があってバンパーの方が一段高くなってるんですよね。なのでこういうところも高さをきれいに揃えておいてあげると、出来上がりがきれいになります。これチリ合わせって言うんですけどね、こういうの。でそのついでに前回持ったこの瞬着もきれいに削ってあげる。瞬着のところは逆に瞬着のところが盛り上がってるので、瞬着のところを削ってあげるっていう感じの意識でやってあげてください。そしたらね、同じような作業をひたすらボディ全体にやっていきます。
こんな感じ。こんな感じで、全体をね、ペーパーを当て切りました。で、まあ早送りしてたんでね、分かりにくかったかもしれないですけど、ちょこ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 ね、持ち替えてやってます。やる場所によってどっちが向いてるっていうのが、マジックヤスリと紙ヤスどっちが向いてるっていうのがあるので、もう基本的にやりやすい方を使ってやっていくっていう感じでやってあげればいいと思います。はい。で、こういうね、入り組んだところ、こういうところとかこの辺とか、こういう入り組んだところはね、僕はねもう意外とやらないんですよ。なんでやらないかっていうと、まあこういうところとかってやっぱり普通にペーパー当てれないんで、こうペーパーを曲げてね、こうギュッと押さえ込んで当てたりっていう形になるんですけども、結局そういうのってこう無理やりペーパー入れてるんで、なんか変な削り方しちゃうような気がするんですよね。で、まあ削り方しちゃったことがあるんですよね。なので、まあどっちにしろこういう入り組んだところって、そのまあ引けとかそういうのが目立ちにくい場所っていうところにもなるので、僕はね、下手にそういうところを無理して追っかけるよりは、もうそこそこで終わらしといた方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。なのであんまりこういう入り組んだところとかはね、あんまりやらない。いつもこんな感じ。まあ、手抜きの言い訳やって言われてしまうとそれでおしまいなんですけども、まあそんな感じでやってます。はい。で、まあ見ててもらって分かるように、結構ポロ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 落としてたじゃないですか。僕特にこのマジックヤスリポロ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 落としてたんですけど、要はね、そんだけ力を入れてないってことなんですよね。ペーパー掛けするときに力当てずなりで、もうほぼほぼこう支えてるだけだから、こっちのグッと押さえる方向はほぼ力入れてなくて、もうこの前後に動かす方向だけに力を入れてる。まあそれもそんな力入れてないですけど、っていう感じでやってるんで、なんかにパッて引っかかったりとかするとポロンって取れちゃう、抜けちゃうんですよね。っていうぐらい軽く持ってやってるっていう感じです。はい。こんな感じ。まあこれぐらい、これぐらい、まあそのキットによってね、どれぐらいやらなあかんっていうのは変わってくるんで、ここまでやったら正解ですっていうのはあまりないんですけど、まあこんな感じでね、処理してあげたら、次はもう、サフを拭くっていう工程に入っていくので、今回はねこれで終わりにしようと思います。ちなみに僕は、基本的に400番しか書けません。この後400番かけた後600、800とかってかける人もいてはるんですけど、それは僕はやりません。なぜならめんどくさいからです。はい。その分ね、やらなくていい方法っていうのもあるので、それをね次回の動画で、お伝えしようと思います。はい。というわけで、今回ボディの下処理の動画はこれで終わりにさせていただこうと思います。また次はサフ拭きですね。サフ拭きの動画をアップしますので、まあ結構小分けにして動画撮ってるんで、なるべくちょっと早めのスパンで、アップしていこうと思いますので、また次回も見ていただけたらなと思います。はい。というわけで、また続き見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると、最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと、まあこういうとこ見たいっていうご要望とかあればね、遠慮なくコメント欄の方に書いていただけたらなと思います。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。机がめっちゃ汚れた。